どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンベイポイントから交換できるユナイテッド航空、アメリカン航空、アラスカ航空、あとエアーカナダ航空のね、必要マイル数、まとめてね、紹介していきたいなと思います。 ということで、5月に入りましてですね、ユナイテッド航空が良くなって悪くなって良くなったみたいな感じで、3日間連続ぐらいでですね、こちら改定が入りまして、最初の方はね、その都度動画出してたりしてたんですけども、ちょっとね、これは混乱してしまうということで、一回ね、動画上げるのをやめまして、今回ですね、まとめ動画ということで、ユナイテッド航空も含めてですね、解説ね、やっていきたいなと思いますので、マリオットアメックスクレジットカードとか、またね、 ポイントサイトハピタスでマリオットボンボンポイントね、貯められている方で、マイレージに交換してね、利用されたいっていう方は、ぜひね、最後までご覧いただければなぁと思います。はい、ということで、まずユナイテッド航空マイレージプラスですね。冒頭にも言ったと思いますけども、2024年の5月に入りまして、必要マイル数がね、3日間連続で改定が、 入りました5月の下旬になりまして、こちらでね、一応安定しているということで、今回ね、紹介させていただきたいなと思うんですけども、まずですね、ユナイテッド航空の場合、海底が入ったのは、国内線の必要マイルス、羽田メインであれば、伊丹、札幌、福岡。こちらの必要マイルスが5000マイルに下がりました。も、ま、ともとね、5500マイルだったところが、5000マイルに下がった感じですね。 で、羽田から沖縄石垣宮古とかね、ここら辺に関しては、8800マイルだったところが、8000マイルね、引き下げになっております。で、必要マイル数に関しては、国際線の長距離に関してはね、そこまで改定が入っておりませんので、ここのね、 ロサンゼルス、ニュージャージー、ニューアークとか、サンフランシスコ、ダラスとかね、ここら辺は変わっておりません。で、ホノル路線はですね、もともとね、もうちょっと少なかったんですけども、47,500ぐらいだったかな。はい、残念ながらこちらね、アメリカ本土と必要マイル数、同じね、引き上げになりまして、プレーコ、ビジネスとかね、かなり必要マイル数が引き上げになっております。で、グアムとかね、セブ島に関しては2万マよりちょっとでね、 発見することができて、えー、マジラも2万マイルで。 発見することができます。で、台北とかですね。あと、シンガポール、バンコク、クアラルンプール、デリー。まあ、このね、シンガポールとか、バンコク、クアラルンプール、ここら辺の路線は、もともとね、2万2000マイルで発見できてたわけなんですけども、えー、ここらね、すべて3万8500に1回上がって、ちょっと海底が入って3万5000で、今落ち着いているっていった形になります。で、ビジネスクラスはね、もう本当に、えー、必要回り数かなり多くなってしまいましたので、まあ、ユナイテッド航空 のマイレージプラスっていうのは基本的にエコノミーで利用していただくのがね、いいのかなっていうところで。 一番大きくね、話題になりましたのは、東京からね、インチョン路線、こちらが5000マイルで片道発見することができます。最初ね、成田しか出てこなかったりしてたんですけども、今ね、羽田からインチョンも5000マイルね、出てくるっていう風になりますんで、まあ、今回の改定でね、一番良かったのはこちらですかね。国内もそうですけども、やはり韓国路線が5000マイルっていう風になりますんで、まあ、この後説明しますけども、外資系のマイレージも含めてね、今、東京韓国路線で 一番安く行けるっていうのは、ユナイテッド航空マイレージプラスがね、一番低いマイレージサービスっていうふうになります。またね、この台北、東京から台北はね、17,500マイルなんですけども、これをね、台北から沖縄とかにすると、こちら5,000マイルでね、行けたりいたします。ですけども、沖縄から台北の路線はね、ちょっとね、私の方で調べた感じだと、8月ぐらいまで空席がなくて、まあ今から来年とかね、発見する場合はね、普通に、 沖縄から台北もね、5000マイルで行くことはできるんですけれども、まあ、東京から台北は17,500。まあ、こちらね、距離で5000マイルかどうかっていうのはね、変わってるっていう感じになりますので、一応ね、台北から沖縄5000マイルで利用できるっていうのは、ぜひ押さえておいていただければなと思います。まあ、それ以外はですね、ここら辺がね、もうちょっとね、必要マイル数ね、えー、っと、少なかったわけなんですけれども、えー、このね、 ヨーロッパ路線に関しても、6万マイルに引き上げって言いた感じになります。まあ、こういった感じですかね。で、改定内容で、まあ、大きくね、あの、こちら必要マイル数自体は、まあ、場所によっては良くなったり、場所によっては悪くなったりしたわけなんですけれども、で、一番ね、お得に利用することができてた乗り継ぎ便、こちらが利用することができなくなってしまったんですよね。私みたいにですね、羽田がメイン空港の方で、仙台とか行く場合ね、 伊丹経由して仙台とかね、行かなきゃいけないんですけれども、こちらね、今までは羽田、伊丹、仙台でも5,500マイルでね、今まで行くことできたんですけれども、こういったね、乗り継ぎ便が解約になってしまって、これね、今、羽田から仙台まで行こうとすると、まあ、2区間使って12,500とかね、まあ、そのぐらいの必要マイル数に上がってしまいましたので、今までこのユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは、 経由便もね、同じ必要マイル数でね、利用することができてたんですけども、まあそういったことはね、利用することができなくなってしまったんですよね。私もね、今年の1月にですね、東京からシンガポール、バンコク、22000マイルで利用させていただいたんですけども、まあこういった路線もですね、必要マイル数で、ね、アップしてしまったっていうふうになりますんで、 乗り継ぎ便がね、利用することができなくなったっていうのはね、非常に残念ですね。まあ、こういった今までのね、ユナイテッド航空マイレージプラスみたいに、乗り継ぎ便をね、同マイルで利用されたいっていう方は、エアーカナダのね、マイルで利用していただくのをね、お勧めっていただちに、 なります。ひとまずね、この東京から韓国路線ね、5000マイル。まあ、正直これね、いつ悪くなってもおかしくないぐらいね、必要マイル数少ないっていうふになりますので、まあ、利用されたいっていう方はね、えー、ユナイテッド航空の場合はね、キャンセル変更無料になっておりますので、ぜひね、えー、予約だけに、ね、しておくっていうのも非常におすすめです。まあ、こちら国内もね、あのー、 含めてですけれども、3日間連続でね、5月に入って改定が入っておりますので、まあ、正直ね、こちらの必要マイルスも、いつまで続くかはわからないです。来月になったら、解約になってるかもしれませんし、来年までね、そのままになってるかもしれませんので、 こちらね、ちょっと不安定っていう風になりますんでね、こちらも押さえてですね、利用ね、していただければなと思います。で、ユナイテッド航空で一番ね、お得に利用できるっていうのは、このエクスカーショニストパークなんですよね。で、こちらね、私の解説動画もね、出させていただいてるんですけども、まあ、非常にわかりづらいっていう風になりますので、まあ、皆さんね、利用されたいっていう方は、ひとまずね、マイルで予約していただく際に、複数都市でですね、適当にね、検索してみてください。こちら、ね、私の 例ででね出させていただいたただわけけなんですけれども今ね、東京から韓国路線が5000マイルで利用することができるっていう話をしましたよね。で、またね、台北から沖縄が5000マイルで利用することができるっていう話をさせていただいたわけなんですけれども、このエクスカーショニストパークっていうのは、間のね、一応程度え、必要マイル数ゼロでね、発見することができるっていうのが、このエクスカーショニストパークなんですよね。で、いろいろね、ルールはあるんですけれども、 これね、ルールを理解するよりね、普通に検索かけた方がね、早いんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、まあ、このままね、あの、検索していただいてもね、もちろん寝ますので、東京からソウルに行って、ソウルから台北で、台北から沖縄、こちらで行って、ここの区間5000マイル、この区間5000マイル、合計1万マイルで、 本当はね、12,500か17,500かかる、この、ソウルから台北の路線をゼロマイルでね、発見することもできるっていうふうになりますんで、こちらね、まあ、実際に利用してね、また動画出したいなと思うんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスでね、一番利用していただきたいのはね、まあ、こちらっていうふうになるんですよね。で、日程見ていただければわかる通りね、この順番で利用しなきゃいけないんですよね。 ですので、こちら2月の12日にね、東京からソウル、まあちょっと現実的にはないですけども、1週間、1週間離れているわけなんですよね。この順路でね、あの、利用しなきゃいけないんですけども、まあうまく使えばね、非常にお得に利用することができますので、まあ同日、同日、翌日みたいな感じでね、利用すれば、ソウルでね、一泊して、沖縄で一泊みたいなね、まあそんな感じの予定も組むことができるっていう風になりますんで、まあこちらはね、ちょっと癖がありますけども、ユナイテッド航空のね、一番おすすめなのはね、これが、 一番ね、お得に利用することができるっていう風になりますんで、このエクスカーショニストパークもですね、ぜひね、検索してみていただければなと思います。まあ私もね、2022年世界一周した時にね、 ブリュッセルからからどっかの路線はね、エクスカーショニストパークでね、あの利用させていただいたんですけども、やはりね、ちょっとハードルが高くてね、もっと簡単にね、利用できないかね、ちょっと検索させていただいているところなんですけども、まあ、このぐらいね、簡単だったら結構利,利用しやすいんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、こちらもね、ぜひ検索してみていただければなと思います。検索方法に関しては前回の動画ね、一応概要欄に載せておきますので、そちらね、参考にしてください。 それでは次にエアーカナダ航空ですね。エアーカナダ航空はですね、マリオットボンボイポイントが6000ポイントに2500マイルで交換することができて、お勧めさせていただいている航空会社の一つなんですけれども、まあ、必要マイル数的に、ね、少ないっていう路線は、 グアムがね、あの、断突に少ないです。こちらはね、あの、間違いなく他の航空会社よりね、少ない必要マイルスで利用できますのでえ、グアムね、利用されたいっていう方は、こちら非常におすすめです。マリオットポイント6万ポイントで2500マイルになるわけなんですけれども、片道1万2500マイルで利用することができてしまいますので、6万ポイント交換したら、一人往復ね、エコノミークラスで利用することができてしまうっていうふうになりますので、これはね、非常に おすすめです。で、それ以外の路線に関してもですね、まあ、ちょこちょこね、必要マイル数少ない部分はあるんですけれども、このエアーカラーのね、一番おすすめのポイントっていうのは、結構ね、ビジネスクラス、ファーストクラスね、必要マイル数はね、結構多かったりね、ちょっとばらつきはあるんですけれども、発見することがね、検索で結構出てくる航空会社なんですよね。 で、またね、シンガポール航空の777とかね、エアバス380とかのビジネスクラスとかね、こちら、他社にね、開放してなかったりするんですけども、エアーカナダってね、なぜか利用することができたりするんですよね。 ANA マイルとかでもですね、短距離路線しかね、このシンガポール航空のビジネスクラスとかね、利用することができ、あの、新機材はね、できないんですけども、エアーカナだったらね、普通に利用することができたりいたしますので、シンガポール航空のね、上位クラス乗りたいっていう方だったり、まあ、先ほども言ったと思いますけども、 乗り継ぎ便とかをね、利用されたいっていう方は、ぜひね、こちら、会員登録するだけで,ですね、路線調べることができますので、ぜひね、2路線でビジネスクラス、このマイルで乗りたいみたいな感じで思ってる方であれば、ぜひね、こちらも、えー、検索ね、してみていただければなと思います。一応ね、電話が必要だと思うんですけども、プラス5000マイルでストップオーバーもね、できるっていうふうになりますんで、乗り継ぎ便を利用して、プラス5000マイルでストップオーバーしちゃうみたいな、まあ、そんなこともできると思いますので、こちらもね、 ぜひ覚えておいていただければなと思います。残念なポイントとしては国内ね、全然ヒットしないんですよね。それでは次にアメリカン航空 A アドバンテージですね。アメリカン航空はネイサーチャージね、かからないっていう風になります。ですけども、一番のね、残念ポイントはマリオットボンボイポイントの交換レートが6万ポイント交換すると2万5千マイルではなくて2万マイルになってしまう点なんですよね。2022年ぐらいからですね、アビアンカ、デルタ、大韓、アメリカン航空、 が、え、6万ポイントで交換するとね、5000マイルのボーナスがね、なくなってしまったわけなんですけれども、アメリカン航空もございません。ですので、ここがね、ちょっと残念なんですけれども、このね、アメリカン航空も必要もある人はね、飛び抜けて、もう見ただけでね、少ないのがわかると思うんですよね。ドーハとかね、エコノミークラス22,500、ビジネスクラスね、4万とかね、結構ね、 少なかったりするんですよね。で、またね、バンコク路線に関しては、ビジネスクラスも3万マイル、ファーストクラス4万マイルで発見できたりいたしますので、アジア方面のですね、エコノミービジネスクラスでお得に利用されたいという方は、こちらマイレージね、非常におすすめです。おすすめなんですけども、レートがね、ちょっと悪いっていう風になりますので、この点だけね、注意していただければなっていう感じですかね。ですけども、まあ、ここら辺のね、アジア路線のね、特にビジネスクラスなんかは、必要マイルですね、他の航空 会社にににに比べるとねねねかなり少なななりりり少いいいいっってててう風まますすすででここら辺を狙っていく方はです、ね、非常に、ねえー、おめたそれでは次にアラスカ航空ですね。私はね、かなり利用させていただいているアラスカ航空なんですけども、ネインサーチャージもかからないですし、キャンセル変更も無料っていただきになります。で、こちらね、一応ビジネスクラス、えー、記載させていただいて、一応ね、ヒットがして、えー、ヒットがしたものを記載させていただいてるんですけども、 インチョンとかタイペイとかね、ここら辺は結構ビジネスクラスヒットするんですけれども、ここら辺はね、結構探さないと出てこないっていうふうになります。ですので、あの、簡単に検索してすぐ出てくるようなね、感じではございませんので、この点押さえといてください。で、アラスカ航空に関してはですね、やはりね、こちらですね。 東京からインチョン路線ね、ここ7500マイル。まあ一番ね、安かったんですけれども、まあ残念ながらですね、ユナイテッド航空マイレージプラスがね、今ここ5000マイルで発見できてしまいますんで、ちょっとでうみが少なくなってしまったわけなんですけれども、アラスカ航空も東京インチョン路線ね、7500マイルで利用することができます。で、東京台北路線ですね。ここがね、一番おすすめ路線になっておりまして、東京台北7500マイルなんですよね。ユナイテッド航空は、 台北から沖縄とかだとね、5000マイルなんですけれども、東京から台北だと17,500だったと思いますけれども、ちょっとね、必要マイル数が多かったりいたしますので、台北とかね、利用されたいっていう方は、こちら非常にいいですね。で、注目していただきたいのは、こちらですね。ビジネスクラスも1万5000マイルなんですよね。ですので、JAL のビジネスクラスも乗ることができますし、スターラックス航空のビジネスクラスとかもね、1万5000で、 出てきたりいたしますので、こちらね、結構いいですね。で、またね、全体的にもね、必要マイル数は結構少なめにね、設定されておりますので、まあ、路線によってはですね、結構ね、お得に利用することができるのではないのかな、なんていうふうに思いますし、キャンセル変更もね、全部ネットで完結するっていうふうになりますので、こちらもね、結構お勧めっていた感じになります。 それでは次に行き先別でですね、必要マイル数ね、ちょっと比べてみたわけなんですけども、まずね、アメリカ本土ありますよね、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ダラス、えー、まあ、ホドルルもありますけども、アメリカン航空が通っているね、えっと、ニューヨークとか、ダラス、フォートワースとか、ロサンゼルス、ここら辺に関してはですね、JAL マイルでアメリカン航空の航空券発見していただいた方が、 安いです。往復発見していただくと、片道、ロサンゼルスだったと思いますけれども、えー、5万マイルで発見できるんですよね、往復。ですので、こちらね、片道で発見するとね、えーえー、っと4万5千度がか,かかってくると思うんですけれども、JAL マイルでアメリカン航空でロサンゼルスを往復発見すると、えー、5万マイル。ニューヨークだと、えー 往復27,500マイル。そこら辺で利用することができますので、片道ね、比べていただいてもね、必要マイル数、かなり少なくね、発見することができますので、アメリカ本土のね、ロサンゼルス、ニューヨーク、ダラスとかね、ここら辺に関しては、JAL マイルでアメリカン航空を発見していた方が安いです。 で、またね、アメリカン航空っていう風になりますんで、ネイサスアチャージかからないっていう風になりますんで、今ね、このロサンゼルス、ニューヨーク、ダラスに関しては、ジャルマイルでアメリカン航空発見していただくのはね、非常におすすめって言ったはずになります。一応、ここの中でね、比べさせていただくと、必要マイル数的にはね、アラスカ航空とアメリカン航空がね、必要マイル数が少なめっていう風になるわけなんですけども、マリオットポイントから交換するって考えると、6万ポイント2万マイル、6万ポイント2万 5000マイルなんでまあ、ここらへんを考慮するとどっちがいいのかっていうのはねあるわけなんですけども上位クラスをね取りたいっていう方はもうアメリカン航空一択でね、えー、利用していただくのはねおすすめですかねビジネスクラスに関してはですね東京アメリカ本土ね6万マイルとかで発見することができますし一応ファーストクラスもですね8万マイル 発見することができますので、上位クラスね、利用されたいっていう方は、アメリカン航空ね、非常におすすめって言いたがちになります。で、皆さん大好きね、ハワイ路線なんですけども、今現時点で東京からハワイ路線で外資系のマイルでね、一番安くてレインサーチがかかんないのはアラスカ航空っていうふうになります。先日ね、紹介させていただいたフィンエアー、 えー、検索するとね、ビジネスクラスがね、8万マイルぐらいで出てくるんですけども、フィンエアがね、あの、出している、えー、っと、必要マイル数チャートだとね、28,500ぐらいで出るはずなんですけども、エコノミークラス出てこないんですよね。ビジネスは8万ぐらいで出てくるんですけども、フィンエアのマイルで検索するとね、ちょっとね、今まだ統合されて間もないので、まあ、詳しくはね、昨日の動画見ていただければなと思うんですけども、もしね、フィンエアのアビオスで、 ジルの航空券になると思いますけども、エコノミークラスがもし発見できたらですね、多分2万8000とかで発見することができると思うんですけども、アメリカ本土なんでね、ネイサーチャージが3万とかに設定されたらね、もうその時点でね、こっちになっちゃうんで、まあちょっと難しい部分はございますけども、もしかしたらですね、フィーアのアビオスが 良くなるかもしれないっていうところですね。一応フィンエアはね、あの、もともとネイルサーチャージャはね、あの、かかるっていうふうに言っているんですけども、まあ、ヘルシンキだと少なかったりしますので、まあ、ちょっとホノール路線がどうなるかわかんないですけども、もしかしたらそっちの方が安くなるかもしれないですね。一応この中であると、えー、アラスカ航空がね、3万マイルで断トツにね、えー、少ないっていうふうになりますので、もしハワイ路線利用されたいっていう方は、アラスカ航空一択かなっていうところですね。 で、一年以上先のね、航空券を探していただければ、普通にビジネスクラスとかもね、発見することができますので、ホノル路線のね、エコノミービジネスとか利用されたくて、ネインサーチャージをかけたくないっていう方は、アラスカ航空でね、利用していただくのはね、 お勧めっていただきになります。で、グアム路線に関しては、先ほど言ったと思いますけれども、エアカラーのね、一択ですね、片道12,500マイルですからね。まあ、こちらエコノミークラスになりますので、まあ、ビジネスクラスだとアメリカン航空、もしくはユナイテッド航空もね、まあ、5万マイルっていうふうになりますんで、まあ、ここら辺でね、レートがね、ユナイテッド航空の場合は、6万ポイント3万マイルっていうふうになりますんで、まあ、ちょっとレートがね、あの、ここら辺とも違いますので、まあ、 ビジネスクラスだったら、ユナイテッド航空エコノミークラスだったら、エアカナダっていう感じですかね。 それでは次に、えー、アジア路線ですね。まずソウル路線に関しては、ユナイテッド航空一択で今で、ね、一番安いですね。もともとね、アラスカ航空が7500で非常に良くて、またね、デルタ、スカイマイルもね、7500、ビジネスクラス15000でね、利用することができていたわけなんですけども、まあ、エコノミークラスに関しては今、ユナイテッド航空でね、えー、5000マイルで利用することができてしまいますので、これが本当に強いですね。 ビジネスクラスはアラスカ航空で1万5000マイルっていうところですかね。で、次に台北ですね。台北はもうね、えー、エコノミークラスもビジネスクラスもアラスカ航空一択っていうところですかね。で、シンガポールに関してはアメリカン航空が2万マイル。で、ビジネスクラスだと3万マイルで利用することができますので、まあ、こちらね、あの、冷凍の部分がね、難しい部分はございますけども、えー、っと <laughs>、 アメリカン航空は6万ポイントで2万マイルになりますんで、まあ6万ポイントあれば片道発見できるっていう感じですよね。まあできればね、もう1万マイル足してね、あのビジネスクラスで発見していただいた方がね、JAL ビジネスクラスとかも乗れますので、まあこっちの方はね、あのお得度は高いんですけども、まあシンガポール、バンコクとかね、ここら辺だとアメリカン航空がね、強くなってくるっていう感じですかね。 特に強いのは、やはり JAL のファーストクラスも利用することができる4万マイルですね。アメリカン航空のマイル4万マイルで、東京バンコク路線ね、ファーストクラス設定されている座席に関しては、こちら普通にね、検索でヒットしたりいたしますので、これね、結構いいですよね。まあ一応ね、アラスカ航空もね、レート的にはね、6万ポイントで2万5000マイルなんでね、まあどちらもいいかなと思うんですけども、上位いクラスはやはりアメリカン航空かなっていうところですよね。 で、クアラルンプールも同様ですかね。はい。エコノミークラス2万、ビジネス3万でアメリカン航空だったら利用できますんでね。で、デイリーに関しては、えー N、エコノミークラスはアメリカン航空で、えー、ビジネスクラスはね、ちょっとね、アメリカン航空でヒットしないので、ビジネスクラスに乗りたいってなると、えー、アラスカ航空になりますかね。 はい。で、マニラに関しては、ユナイテッド航空だと、えー、6万ポイントで3万マイルですからね。1万あぶれますんでね、まあ、どっちでもいいかなっていうところはございますけども、こちらもね、ビジネスクラスが3万マイルなので、まあ、エコノミークラスだったら、まあ、どっちか。ビジネスクラス乗りたかったら、アメリカン航空っていう感じですかね。 で、次にセブに関しては、ユナイテッド航空がね、一時一1万7000とかまで確か下がった気がするんですけど、まあ普通にね、もう2万に戻ってましたので、アメリカン航空で2万マイル、もしくはユナイテッド航空で2万400マイル。まあビジネスクラスだったらね、3万マイルなんで、まあこれもね、アジア路線全体的に言えますけども、まあ上位クラスだったらアメリカン航空がね、おすすめっていう感じですよね。まあちょっとね、ユナイテッド航空のビジネスクラスの必要マイル数、えぐいですよね。 それでは次にシドニーとヨーロッパ路線ですね。こちらだと、まずシドニーに関しては、アラスカ航空が一番必要回り数が少ない。まあ、ポイント交換冷凍的にこうなりますかね。で、上位クラスになると、ビジネスクラスはね、 えっと、アメリカン航空4万マイルで発見できますので、ビジネス乗りたい方はアメリカン航空っていうところですかね。で、ヨーロッパに関してはですね、まあ、アメリカン航空か、えっ、ー、と、アラスカ航空っていう感じなんですよね。まあ、アメリカン航空だと3万5千マイルで行けちゃうよっていうところで、アラスカ航空だったら3万7500マイルで行けるっていうところで、ビジネスクラスだとですね、 アラツカ航空だとね、ちょこちょこ出てこなかったりするんですけれども、結構必要マイル数がね、えー、近かったり同じだったりいたしますので、まあこれはね、ちょっと利用したい路線とね、あと必要マイル数もね、あのー、検索して、まあ見ていただいてからですね、どっちで発見しようかなみたいな感じで選んでいただくのはね、いいのではないのかなと思います。 ま、このね、あの、アラスカ航空もね、ブリティッシュアウェイズとかね、出てきちゃいますんで、ブリティッシュアウェイズ出てきちゃうと、ブリティッシュアウェイズはね、あの、アラスカ航空ね、ネイサーチャージかかんないんですけども、ブリティッシュアウェイズはね、かかってしまいますので、 多分500ドルとか取られちゃうんだよね、年差チャージでね。そうなってくると、やはりアメリカン航空強いみたいな感じになっちゃいますんで、もしね、外資系のマイルで、あの、ヨーロッパ方面利用されたいっていう方はね、ぜひね、あの、会員登録して、あの、マイルなくてもね、必要マイル数検索することができますので、そちらをチェックしてからですね、ポイント交換なりね、していただければなと思います。 ということで、今回ですね、マリオットボンボイポイントから交換できるおすすめのマイレージサービスの必要マイル数、まとめをね、紹介させていただいたわけなんですけども、 いや、ユナイテッド航空はですね、一応ね、あの、2週間ぐらいね、安定しておりますので、まあ、今回ね、まとめ、えー、やり直させていただいたわけなんですけども、まあ、どのマイレージサービスもそうなんですけども、外資系のね、あの、航空会社っていうのは、まあ、アラスカ航空とかね、結構事前に発表してくれたりするんですけども、まあ、それ以外の航空会社っていうのは、基本的にはサイレントでね、解約ドドンと入れてくるっていう風になりますので、マリオットボンボイポイントね、貯められている方で、マイレージに交換されたい っってててていいいいうう方はままずねポポイイインントトがたまったらら必要マイル数を見ていただだそこからポイント交換、ね、するようにしてくださいもう、マイルに交換しちゃってからですね、解約になりましたってなると、もうね、どうしようもないんですよね。まあ、私もね、あの、一部そういうマイルサービスでね、マイル余っちゃったりしているところもね、ありますので、ぜひね、こちらはね、あの、確実にね、チェックね、してからですね、ポイント交換ね、していただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレフ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。